って。どこの村狙おっかな。一番関わりたくないような人。よし、じゃあマリオ&ルイージの続きやっていきましょう。前回はちょっとここにいた、はい、トライフォースを倒したところで多分終わってたと思います。なので今回はちょっと倒して出てきたこの足場から先進んでいきましょう。で、ちょっとハテナブロックがあったここ行きたかったんです。今ちょっとまたダイナミック自殺してしまったね。なんか前回の始まりもさ、こんな感じだったと思うんだけど、ここでスピンに変えてこう来て、よし、オッケー。で、セーブはまたこの丸ごと保存使うんで、もうオッケーです。ここではやりません。やったー。まあ、やらないのは俺の編集量が増えるから。こう来て、どっちだろう。右もあったよね。どうしよう、右から行ってみよう。俺、お腹の中にいた時、右側で向いてたってお母さんから聞いたことがあるんで、右から行きます。こう来て、よしよしよし。みんなはどっち向きだったの？左向きか右向きかあるらしいんですよね。それって。俺は右向きだったらしいんで、右から行きます。シロップだけでしたね。エコーかな、これ。エコーするとき塗るやつかな。よし、行こう。で、もう、アイテムだけだったんで、こっち行きましょう。ジャップキノコ欲しいね、今。なんだろう。おー。てな、これほんとジャグジーですね。ジャグジーですね、これは。なんだろう、クラシアン新クラシアンなんかな。よし、じゃあカットします。おー、カットしません。いや、カットしない。いい、ドガボンですやん。ドガボンちゃん、久しぶり。やったー。会いたかった。AKB みたいだな。やったー。こう来て、どんどん踏んでいけばいいんですよ。イェーイ。これ踏まないと攻撃避けれないんですよね。これは2でもいたんで、この人。やったー。もうこの豆吉はいらない。もう豆吉くんは倒してください。やったー。オッケー。豆吉くんはもういらないんでね。やったー。オッケー。で、これどう行けばいいんだろう。もうちゃんと道作ってほしいよね。なんでこんなさ、途切れ途切れに大洪水でも起こったんかな。いたいたいた。また難民がいるから、ちょっと見過ごせないんで倒します。イェーイ、オッケー。ルイージレベルアップした。やったー。はい。来たね。全部2だね。なんだろう。なんかお金とかもらえそうなんだけど。ま、完全スロット揃ったよね。じゃあ、どれ行こう。なんか、ヒゲとスピードだけ、はぶられてるよね。なんかまだ10番台って。じゃあ、スピード上げよう。見たところ1多そうな気もするけど、まあ、当たらないでしょう。イェーイ、やったー。オッケー。今の当たらないといけないところだったよ。よし。あ、多分ここに当てればいいんだよね。ほんとこれ、食べたいね。もう、水にせずに食べたいんだけどな、俺。よし、じゃあ行きまーす。もうドリルみたいなアイコンですけど。橋の上からやんの？おお、すごいなー。すっごい、もうこれマリオたちにしか登れないところだね、逆に。なんだ、マリオ専用通路だね。よし、行こう。多分、こう切って、で、そこ、右側は、こう、やったー。なんでやねー。なんででしょうね。なんでだろう、なんでこんな、難しいんだろう、ここ。こう切って、ここまではいいんだよね。で、こう切って、俺の考え、合ってるよね。まずそこ心配になってきたんだけど、多分合ってると思うんで。こう来て、こうだよね。あれ？もう一回行きます。お、いけたいけた、やった。これ遠近法でしたね、ちょっと。奥にあったのか。イェーイ、これで取れたんで、帰還しましょう。オッケー。あえて下まで下がらずにこうやって行くんですよ。イェーイ、ここ。地獄みたいだね。なんか針山だらけなんだけど。ルイージ。マリオの胃袋どうなってんのかな、これ。すごいよね。おー、もうマリオは、鉄の胃袋だな。
よし、じゃあ行こう。はい、これで行けば、あれ？あれ？ジャンプができなくなっちまった。ジャンプできなくなったな。これ、うまいこと、ここに行けばいいんだよね。どう行けばいいんだろう。どっかから降りないといけないっぽいんだけど。あれ？ここまでは多分いいんだよね。で、こう来て、ここ？あ、裏通れたのか。裏通れたんだ、ここ。え、じゃあ行こう。もうルイージなんか今ホースになったもんね。ホース状態になっちゃったから。で、こう来て、おお、裏通りだね、ここ。ここでミスりたくないな。降りていいのかな？降りよう。降ります。やったー。のっそのっそと。もうなんか大名行列みたいな感じになってる。で、こう踏んで、イェーイ、やったー。ハニワくんだね、これ。で、また、あはで、洗濯機出してくれるんで、うおー。動いてますね、今。洗濯機が、洗浄中ですね、今。すごい、動いてた。じゃ、次、ここに乗ればいいんだよね。よし、乗ろう。届かなーい。こっからだったね。よし、これで、行けば、イェーイ、やったー、行け、しんど。疲れてくるな、これ。ちょっとかなり、険しすぎるよね、なんか。すごいなぁ。よくこんなとこ、知ってたよね。マメエリア王子とか、村人。そんな超人がいるのかな。じゃあ、多分この、餓死状態にあってんのって、ウフ村の村人だよね。村人をどんどん倒していってます、今。マミキチ君は、村人っていうより、生産物だよね。どっちかっつうと、村の生産物が戦ってるだけだと思うから。はい、もうあんまりここはカットしないでいきます。イエーイ、やったー、オッケー。もうだいぶレベルも上がってきたから、すぐ倒せるようになったね。いいね、いいね。結構このままいったらボスも余裕で倒して、ゆくゆくはエンディングまでパート10でたどり着くかもしれないね。よし、行こう。頑張りましょう。エクササイズしてる竜巻があるんで。よし、オッケー。で、ここもこうやって。すっごいな、これ。これ、高所恐怖症の人、どうするんだろう。すいません、ちょっとチャイム鳴ってたんで、出てました。また上でいるね。徘徊している人が。ちょっと昼間の徘徊してるね。よし、倒していこう。皆さん、勢揃いで、それさぞかし楽しいでしょうよ。よし、倒していきましょう。頑張ります。よし、パーティー終わりました。オッケー、やったー。楽しかったです、パーティー、結構。盛り上がったよ。カット中に結構パーティー盛り上がったよ。よし、じゃあまたマミ、すぐ立つから。ちょっ、よしよしオッケー、オッケー。もう、七転び八起きですから、マリオは。もう、ルイージは立たないけど、マリオは七転び八起き方針が持ってるから、オッケー。で、これ、ドガボンってもしかしてプスラノドンじゃないの？なんか、プスラノドンだよね、これ。俺見たことないからわかんないけど、絶対プスラノドン倒してるような気がして、俺はならないんだけど、今。なんだろう、これストーリー的にやばそうなんだけど、俺。どん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 倒していってるからね。よし、じゃあ戻ろう。ここを来て、下は何もなかったね。よし、アイテムがちょっとあったぐらいだったんで、またこう登って、階段の上から、おぉ上、おぉスポッてはまるね。おなんかすごいね。もうすぐ頂上。竜巻によるスピンのしすぎに要注意。え？しちゃダメなの？これ。ええー、そっから言ってよ。そっから言ってよ。そっからが一番大事なとこだよ。何があんのかな。なんか、気になる。すっごい気になる。こう来て、で、こう来て、こう来て、こう来て。竜巻と何度も何度も恋愛しながら。オッケーオッケー。竜巻チュッチュ状態でいけばいいのか。こうまたスピンだよね。なんか分かりづらくなってきたな、仕掛けが。もうこう来て、おー、
よいよって感じだね。来た来た来た。もうどんどん険しくなってるもん。あ、ここは、これか。もうなんか、段差なのか段差じゃないのかもわかんなくなってきたな。で、右かな？オッケー。さっきは右から行こうとして落ちちゃったんだよね。やったー。で、ここで裏通りを行って、すごい、もうワクワクしてきた。お、いよいよ。どっち行けばいいんだろう。ここで間違えたくないな。あれ？まさかこれは、ドーナツの上を歩いているだけとかそういう感じかな。あれ？どっから行っても一緒でした。どこから行っても変わんなかったね。これなんだろう、スピンで回せばいいのかな。そういうわけでもない。ここちょっと待ってくださいね。後で見よう。ここはいよいよ、とりあえず真ん中、真ん中はなんかもっとあかんそうなんで、右から行きます。こっから行こう。見よう。わー、ルイージばっかせこい。俺マリオが見たいのにな。なんだろう、これマメエリア全坊主みたいな感じかな。なんかそんな感じだよね。おお、どこの村狙おっかな。こことか良くない？なんか骸骨を粉々にしたらしばらく生きていけそうだよね。どこ行こう。ここかな目的。バック。おお、望遠鏡か。ここはこんな険しい道登ってまで眺める人いんのかな。だからこそプスラノドンが必要なんだね。よし行こう。おお、プスラノドンがいる。来ました。こらー、ここにある石はとても珍しいオホホブロックという石ドラ。勝手にオホホブロックを持っていくのは泥棒ドラ。これがプスラノドンなのかな。え、オラの名前？オラはプスラノドンって言うドラ。見つけた。見つけましたね。やったー。村人が怒ってますよ。え、村のみんながオラのこと心配してるって？それは悪いことしたドラ。そうですよ、時給下げられますよ。マミック王子を見かけてここまで追いかけてきたら、ここにいつの間にかこんな大きな卵があったドラ。びっくりドラ。卵？プスラノドンが踏みつけてるんかな？全然わかんないよね。ほら、この大きな卵をこうしてずっと温めていたドラよ。子供欲しかったのかな？もうすぐ中から何かが生まれるドラ。なんか生まれたらやばそうだよね、これ。なんか巨人が生まれそうで怖いんだけど。あ、来たドラ！生まれるドラ！読めました。生まれた相手とバトルするんだよ、絶対。余計なことをしてくれたな。キングクルールじゃない？あー。あー、おほほが、うまいことをストライクした。おほほの運命が良かったんで、オッケーでしょう。ね。あ、一件落着です。ありがとうございました、皆さん。お疲れ様でした。びっくりだな。なんで始まんのかな。あー。第一次反抗期早くない？すっごい早いよね。おお、キングクルール久々だな、なんか。なんだろう。ガオガオくんみたいな感じだね。よし、じゃあ、死んだら困るんで丸ごと保存して、よし、行こう。オッケー。これでスプラッシュブロスでまた行きますね。攻撃がわかんないかな。踏む直前に、ここです。やったー、オッケー。あおー。一瞬の出来事で何もわからなかった。以上、心の俳句でした。よし行こう。もうだいぶこの技は慣れたから、よーし、銃もいけるんだね。だんだんこれ埋まってない？なんだ、土に返したらいいのかな。土に返す攻撃をどんどんやっていこう。イエーイ、行きましたね。来るよ。あー、今度遅くない？さっきあんな高速球で来たのに。
今回遅くない？ちょっと速さもあんのかな、なんかポイントが。え、おお、ブロック生産機かこの人この人が工場的な役割なんだね多分これ。どっちだろう。オホラゴン、オホホラゴン多いわ。こっち側行こっか。絶対オホホブロックよりこっちだよね多分。これ生産機だ。やばそう、やばそう、やばそう。なんだろう、座布団1枚みたいな。よし行こう、こっちで。で、もうこっちだけ集中狙いしとけばいつか勝てると思うんで。よし行こう。よし、ここ来て。踏みつく瞬間に、やったー、もう地面に。イエーイ超楽勝だったー。ありがとうございます。やったー。ゼロだったよね、今。うわ、そろそろゼロになってきたか、この上二つ。じゃあ、もう上げよっか。あ、1多いね。1多いからやめよう。こっちは。こっち、大丈夫。あ。結果、どれ選んでも同じだった。わ、すごい。太陽なのかな、この人。え？一番関わりたくないような人がやってきたな。この無駄に無駄に輝く人は豆っ子おじドラ。どうしてこんなことになったドラ。すごいな、分かっててか、分かっててやったんかな。まあいわゆるちょっとしたアクシデントってやつかな。ある秘密の任務で国中を調査していたところ、この山でギラゲモーナとその手下のギラコビッツにばったり遭遇してしまって、気がついた時には時すでに遅し、あんな姿にされ石の中に閉じ込められてしまったのさ。おー、なんできらびやかなんかな。へえ、ピーチ姫の声が盗まれたのか。あんま興味示してない気が。ピーチ姫のことなら気にしなくても大丈夫さ。なんですと、とに、貴様貴様なんだそれ。ピーチ姫はキノコ王国のレディーだぞ。ちょっと山を降りたらマメラ城にピーチ姫を。ちょっと待って、何そのどうでもいいですよみたいなやつで。ターゲットはマメエリア城にある。いやだから僕からのプレゼントいらん。なんで受け取った男の人とルイージ結婚しそうだね。なんかこんなバラ受け取ったらブーケでしょ多分。そのバラを見せればマメエリア、チケットですね。ありがとうございます。じゃあはいはい、わかりました。それではまた後ほど。はーい、会いましょう。いや、だからピーチ姫はあの人にとったらピーチ姫はただの人なんかな。庶民的扱いだね、なんか。ライバルか。王女対王子はライバルみたいな感じだね。また落ちた。はい。じゃあ今回はもうここまでにしましょう。キリもいいんで。はい。じゃあ次はなんかマメエリア城に行くってところなんですけど、その前にさっきオホブロックがハンマー作りの家に落ちたんで、次はハンマー作ってもらうというところからやっていきたいと思います。それでは今回ここまで見てくれてありがとうございました。さよならー。チャンネル登録をすると僕の動画がアップされた時に探す時間をかけずに瞬時に見ることができます。肝心の登録方法は、パソコンで見ている方は画面上に出てるこのチャンネル登録というボタンを押してください。で、スマートフォン、タブレットで見ている方はこの動画タイトル下の
チャンネル登録と書いてある赤またはグレーのボタンを押していただければできるんで、ぜひよろしくお願いいたします。